プロ野球チップス2023を開封していたところ、ラッキーカードが2枚出てきました。これをメルカリに出そうと思います。だいたい1枚999円とかで売っていたので、2枚で1900円でいかがでしょうか。メルカリ10品するというのを1ヶ月経ったので見直していきたいと思います。まず最初に蹄鉄、これを1個800円で売っていたのですが、全然売れないので、さらにもう1個おまけして2個、このディズニーシーのネックストラップは800円のままもうしばらく置いていこうと思います。ワールド BCピンズ、ピンバッジ、4種類セット。これ2000円を1500円に値引きいたします。島崎藤村の若菜塩です。それの初版本なんですけども、これも全然売れないので、さらに初版版として武者の工事実厚のおめでたき人、復刻初版版を2冊で1000円でお願いいたします。この馬娘のクリップ、妊娠6種セット、1600円にしても売れませんので、100円下げて1500円でお願いします。このスマップのリストバンドも売れませんですので、さらに追加して、このスマップショップの手袋、さらにこれもスマップショップの、なんだろう、あったかくなるやつ、これハンカチ1、2、3、4、5点セット、スマップセットで2000円。ハードロックカフェのお姉さんのピンバッジ2個、これが1500円だったので、それでもでも売れませんので、さらにもう一個のもう一人のお姉さんを追加して、3人のお姉さんセットで1500円、これでいかがでしょうか。めんこです。ドラゴンボールのめんこ、大きいのと中くらいの
ちっちゃいやつが1、2、3、全部で1、2、3、4、5セット。この5セットでドラゴンボール1500円、レトロな栓抜き、キリンビール、これが 1,2,3,4,5,6 個。そしてちょっと汚れてるんですけど札幌ビールが1つ、全部7つで1,000円。世界の映画作家サン・クロサ・アキラ800円はこれはそのまま継続して出品します。前回の出品でお二方から YouTube を見てますよというコメントが添えられていてとても嬉しかったです。今月もよろしくお願いします。バイバイ。